公共曲第1番保短調作品39は、シベリウスが1899年に完成させた公共曲。シベリウスは、この第1番と番号が付けられた公共曲を作曲する前に、民族女子史、彼らに基づき、独唱と合唱を伴うカンタータ風のクレルボ公共曲を作曲していた。クレルボ公共曲から、 本作が作曲されるまでの間に声楽を伴わない、表題付きの公共曲が計画されたが放棄されている。すでに公共史の分野では、フィンランディアをはじめ、エンサが、ドゥオネラの白鳥を含む、四つの伝説曲など、代表作となる傑作を創作していたシベリウスが、連作公共史という枠組みを超え、純粋器楽による表題付き公共曲を計画したが、 それを放棄したという点は興味深い。さらに、本作に着手する直前の1898年3月に、シベリウスはベルリンでベルリオーズの幻想公共曲を聴き、大きな感銘を受けたことを記している。そして、シベリウスは滞在先のベルリンで早速公共曲の作曲に着手したのだった。この頃のシベリウスは酒に溺れ老大癖を覚え、 自堕落な生活を送っていたのだが、この作品の作曲当初は酒も葉巻も控え作曲に集中した。しかしそれも長続きはせず、酒に酔ってあげく乱闘騒ぎまで起こしている。5月にはフィンランドへ帰り、国内各地を移動しながら作曲を進め、1899年の初めに完成させた。この年の初演の後、1900年に作品は改訂されている。 初演は1899年4月26日にヘルシンキにて作曲者式により行われ、1902年にブライトコプフーンとヘルテルから出版された。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、大イコ、シンバル、トライアングル、ハープ、弦楽五部表題のない公共曲ではあるが、 その内容はかなり公共詩風の作品である。第四楽章には幻想風にとの指示まであるが、その一方で第一楽章の女奏と第四楽章の女奏に同じ主題を用い、またどちらの楽章も最後はピツカートで締めくくるなど全曲を統一するための工夫がなされている。チャイコフスキー、ボロディン、ブルックナーの影響が随所に伺われる。チョウ 女装付きそな多形式。ティンパニのトレモロの上で、クラリネットが寂しげな女装主題を奏でる。突然、第二バイオリンが刻みを始め、アレグロエナージコの主部に入ると、残りの弦楽器が第一主題を提示する。この主題は、シベリウス特有の雄大な広がりを感じさせる。第一主題が収まったところで、ハープの特徴的な伴奏を伴ったフルートの副主題の後、 大募えが第二主題を提示する。展開部は、幻想的で、公共曲というよりは、公共詩を連想させる。型通りの再現部の後、集結部は、金管楽器の重々しい響きに続いて、ピツカートで締めくくられる。変歩調調三部形式。第一主題は、第一バイオリンと、チェロで演奏される、穏やかなもの。第二主題は、うんぽこめのアンダンテとなり、 ファゴットから、木管楽器がフガート風に受け渡す。さらに副主題で盛り上がった後、中間部に入る。モルトトランクイロとなり、ここではホルンが穏やかな主題を奏でる。この五副主題を巧みに使いながら盛り上がり最初の、主題が回帰する。波長調ソナタ形式。スケルト主題はティンパニに導かれ、弦楽器、木管、ホルンが掛け合いながら提示する。 荒々しいものである。トリオ部分ではホルンが主体となり、伸びやかな木化を歌う。スケルツォが回帰すると、最初とは楽器の組み合わせや手順を変えて発展する。ホタンチョ助付きそなた形式。幻想風にという指示通り、幻想曲や公共詞のような楽章である。アンダンテの助走では、第一楽章冒頭の助走主題が、弦楽器により、ユニゾンで演奏される。 アレグロモルトの主部では、クラリネットとファゴット、オーボエが、不安げな第一主題を提示する。この主題が強さを増し、シンバルや、大太鼓がアクセントをつけたところで、バイオリンが、加工音恵で崩れ落ち、アンダンテ・アッサイの第二主題が、バイオリンのユニゾンで切々と歌われる。やがて、アレグロモルトに戻って第一主題による、展開部に入る。そのまま再現部に入り、 1> 第1主題を再現した後、再び、アンダンテとなり、第2主題の再演が行われるが、曲はそのまま拡大を続けクライマックスを築き上げる。その後第1主題によるコーダとなり、急速に減衰し最後は、ピツカートで曲を閉じる。公共曲第1番作品39の楽譜、国際楽譜ライブラリープロジェクト、PDF として、無料で入手可能。ありがとうございます。